ハーマン・ジェマラー・ハーマン・ジョーゼフ・マラーは、アメリカの遺伝学者。症状媒に対する X 線照者の実験で、人為突然変異を誘発できることを発見した。この業績により1946年に、ノーベル生理学・医学賞を受賞している。精子バンクの提唱者でもある。ニューヨークに生まれ、コロンビア大学で学位を取る。トーマス・ハント・モーガンの研究室に入り、症状媒を用いた。 遺伝学研究に携わった1920年からテキサス大学オースティン校の教職員となった世界恐慌を機に社会主義に目覚めるマラーの実験室にはソ連から複数の人間が訪問しており違法な左翼学生新聞ザスパークを編集し配布を手伝ったため fbi に共産主義者として調査されていた1932年に ベルリンに旅行し、ニールス・ボアやマックス・デルブリュックなど、当時の重要な物理学者と会う。ナチス政権を嫌い、また、共産主義に惹かれていたことからアメリカに戻らず、1933年に、妻や息子と共に、レニングラードに移住する。ソ連で、ニコライ・バビロフに迎えられたマラーは、幅広い権限が与えられ、ソビエト連邦科学アカデミーなどで遺伝学の研究を、指導する。 しかし、大粛世紀に勢力をつけてきたトロフィムルイセンコとスターリンに批判される。マラーは1940年にアメリカに帰国したことで難を逃れたが、バビロフはルイセンコの陰謀で大粛世による犠牲となった。マラーは帰国後にアマースト大学で教職につき、マンハッタイ計画の顧問となったが、1945年に任命を解かれる。政治活動の過去は、 就職を困難にさせたにもかかわらず、インディアナ大学で動物学の教職を得た。1927年に X 線によって突然変異が誘導できることを発見し、遺伝子が物質からできていることの証拠となり、その後の分子生物学の誕生にも影響を与えた。この業績により1946年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。また彼は、 X 線照射による染色体への影響を観察し、逆位や欠出など様々な染色体異常を記載している。この過程で染色体末端の構造テロメアの定義も言った。1955年、ラッセル・アインシュタイン宣言に署名した。1927年に黄色症状がエノオスに X 線を照射する実験を行い、放射線被曝による影響が 子孫にも伝わること及び放射線によって突然変異を人為的に発生させられることを初めて証明した。この実験が放射線防護において遺伝的影響を考慮する契機となり、米国科学アカデミー原子放射線の生物的影響に関する委員会が1956年に集団の防護基準として遺伝染料を提案。 国際放射線防護委員会が1958年韓国においてこれを参考値として追認した。マラーが実験を行った時代には染色体の存在は知られていたもののその細部の DNA については研究が進んでいなかった。現在では DNA の修復活動は人間の細胞1個では1日に100万件行われていることに対し、 症状場への生死は修復活動をしない特別なものであることが判明している。田中ほか2016、ピアニッシも12から13、田中ほか2016、P16、服部2011、ピアニッシも11から12,104、中村2011、P3。ありがとうございます。